そうなんです。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、かわいいポンちゃん。ポンちゃん、ジャン君が寂しいから僕公園になるんだとしたら、ポンちゃんお願いしますよ。寂しいのを緩めてあげてよ。あ、くしゃみし。ぽんちゃん、ぽんちゃん、お願いしますね、ぽんちゃん。よろしく。ジュン君おはよう。今朝もパパとママは順番にご飯を食べに行ったり、今はママさんはゴミを捨てに、プラゴミの日だって言ってゴミを捨てに行ったり、これからパパお風呂に入ったり、必ず一人こっちに残りますからね。あ、ジャン君まだ薬飲んでないのか。あ、そうだ。じゃあちょっとプラゴミ落ちてきたらすぐ、はい、はい、で、ポンちゃんはとてもお行儀よく、パパもママもいなくてもそんなに気にもせずね。そうなんです。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。